同僚アンソニーとワイヤーは、アメリカのフルート奏者、イリノイ州ストリータにてドリオ、同僚アンソニーとして生まれる。8歳の時からフルーティストだった母親の手ほどきで、フルートをはじめ、9歳から、シカゴ公共楽団の首席フルート奏者である、アーネスト・リーグルの訓導を受けた。また、カーティス音楽院への入学こそできなかったが、ウィリアム・キンケードの個人教授や、ジョルジュ・バレルの指導も受けた。 1939年からイーストマン音楽学校に進学し、オーケストラのフルート奏者としての訓練を積んだ。1943年からワシントンナショナル公共楽団の自席フルート奏者を務め、1946年からロサンジェルスフィルハーモニックの自席フルート奏者に転出した。1952年から1990年まで。 ボストン公共学団の首席フルート奏者を務めた。フルート教師としては、1946年から1952年まで、ボモナカレッジ、1953年からニューイングランド音楽院で教鞭を取った。1973年からボストン大学、1990年からボストン音楽院で更新の指導に当たった。ローレンスにて死去。ありがとうございます。